私の名前は加納ゆいな、32歳。地元の一般企業で勤める普通の会社員だ。一見、おとなしそうに見られることも多いが、こう見えて私は、もともとは地元で暴走族の総長をしていた。今はその過去と決別するように、仕事に打ち込んでいる。こんばんは。ゆいなさん、お疲れ様でした。今日もたくさん愚痴を聞きますよ。りょうお疲れ。うわ、めっちゃ助かるわ。今夜はおごってやる。大丈夫です。女性にはおごるものですから。相変わらずイケメンだね。ある日の金曜日、私は元暴走族仲間であり、親友でもある城之内りょうと一緒に、地元の居酒屋である鬼塚屋に立ち寄ることにした。いやー、でも久しぶりに飲みますよね。俺、今日のことを楽しみにしてたんですよ。私も。っていうかさ、寮が忙しいじゃん。たく、あの寮が今や建設会社の社長だもんね。人生ってどうなるかわからないものよね。まあ、それはそうですね。私たちは楽しく会話を交わしていると、のそのそと一人の男が近づいてきた。うちはね、うまい酒とつまみが売りなんですよ。お客さん、一つ食べれば、虜になっちゃうこと間違いなし。どうぞたくさん飲んで食べていってください。店長さんいいですね。なら、いろいろ頼んじゃおっかな。一見金髪でこわもてなため、近寄りがたく見える彼。しかし、気さくなその態度に、私は少し安心する。そして注文した酒が運ばれ、私と亮は会話に花を咲かせた。本当に美味しいね。いいお店に入れてよかったね。ええ。俺は、ゆいなさんが喜んでくれて何よりですよ。私と亮は、何気ない会話を交わす。しかし、お会計時、その楽しい雰囲気が一変したのだった。お会計は、こちらになりますね。あ、はーい。って、え？なんですか、この金額。当店はね、今夜は特別料金でやらせてもらっていまして、いつものお値段に割り増しさせてもらってるんですよ。だからきちんと払ってもらわなきゃ困るんですよ。割り増し料金っていうレベルじゃないわよ。私も量もそんなに食べても飲んでもいないじゃない。この値段、下手したら正規の値段の100倍くらいあるんじゃない？何よ、200万円って。おやおや、別にそんな細かいところを気にされなくてもいいじゃないですか。失礼ですが、お客さんの方のお話聞こえましたよ。そちらのお兄さん、建設会社の社長さんなんですってね。それならさぞお金を貯め込んでおられるでしょう。遠慮しないでいいんですよ。使うときは、ばーって使わなくちゃ。女性の前なんですから、恥ずかしがらずに出しちゃいましょうよ。いやいや、そういうあれじゃないでしょ。私はあんたがおかしいって言ってるの。早く正規の値段に戻してよ。ただの居酒屋でこれはありえないのよ。明らかにぼったくりだわ。あまりの理不尽さに、私は鬼塚にギャンギャンと叫んだ。静かに黙ってその様子を見ていた亮は、私の手からそっと領収書を受け取る。確かにこれ、ゆいなさんが怒っても無理はないですね。何ですかこれ。冷静に話している亮だが、その言葉の節々から怒りが感じ取れる。手が震えているのが
何よりの証拠だ。おやおや、そちらの男性も払えないとか言うんじゃないでしょうね。それなら仕方ないね。店長はそう言ってニヤッと笑うと、突然私の頭に酒をかけてきた。あまりにも突然の出来事に、私も寮も何も言えずに絶句してしまう。ゆいなさん。寮が慌てて私に自分の持っていたタオルをかけて拭いてくれるが、正直私自身はそれどころではなかった。なぜなら久々にものすごく頭に来ていたから。払えねえつうなら、お前の家に電話して金を持ってこさせるぞ。携帯出せよ。やめた方がいいと思うけど、逆に痛い目に遭うと思うわよ。はあ、払いたくないからって適当な嘘を並べてんじゃねえよ、クソ女。先ほどまでの穏やかな態度を一変させた男。彼は私たちをじろじろと見てきて鼻で笑う。そういやさ、あんたらってどこかで見たことある気がするんだけど、もしかして昔俺らにやられたことある？は？どういうこと？ああ、言ってなかったっけ？俺ってさ、鬼塚組の若頭やってんの。鬼塚武って聞いたことない？有名だと思うんだけど。そりゃあもう強いって有名でさ。俺、倒したことのある人間って星の数ほどいるんだよね。だからその中の一人かなって思っただけなのよ。なるほど。鬼塚組。鬼塚組のあなたがなぜこんなところで居酒屋なんかやっているの？バーカ。そんなの決まってるじゃねえか。俺は何よりも金が好きなんだよ。んなこと、いちいち聞くんじゃねえよ。バカな女だな、てめえ。次から次へと、鬼塚の口から出てくる、私への侮辱の言葉。私はスマホを握る手に、思わず力を込める。りょうはそんな私を見て、そっと囁きかけてきたのだった。ゆいなさん、呼んじゃいましょう。本当に奴を。奴って陽介のこと？今陽介呼んだら、絶対めんどくさいことになるって。あいつ私のことを大好きだからさ。まあ、ゆいなさんを追いかけていったくらいですからね。多少はめんどくさいことになるかもしれませんが、絶対に呼んだ方がいいですよ。こいつは普通の仇じゃない。鬼塚組の若頭だって名乗ったんですよ。なら余計に、あいつの力を借りるしかないですよ。あいつ、腕だけは確かですから。きっとこういう時に、ゆいなさんの助けになることを、あいつ自身は望んでいると思いますよ。私は寮の言葉に静かにうなずいた。そして、鬼塚の目をまっすぐに見つめる。わかったわ。あなたの言う通り、私の家に電話して仲間を呼んであげる。本当にそれでいいのね？後悔はしないのね？なあ、バカに長いこと話し合ってんなって思ったら、まだそこで話が止まっていたってわけ。遅いね。君ら、仕事できないって、よく言われない。俺だったらイライラして、潰しちゃいそうになるわ。で、呼ぶの。ならその証拠に、今ここで電話かけろよ。外で電話するとか言って、逃げられても困るからな。わかったわよ。私は鬼塚を睨みつけながら、スマホをバッグから取り出した。
そして、鬼塚の目を睨みつけて、ダイヤルを回したのだった。はいはい、あなたの陽介でーす。悪かったわね。夜に電話かけちゃって。起きてた？全然。目、バッキバキですよ。で、どうしました？珍しいじゃないっすか。あなたから電話かけてくるなんて。まるで飼い主によく懐いた犬のように、陽介は元気よく喋る。語尾にハートマークがついてきそうで、こちらも恥ずかしくなる。実はさ、私は電話口で今までのことを簡単に説明した。しかし、それだけで陽介には、私がピンチだということが伝わったらしく。彼は、声色をガラッと一変させる。なんだ、その男。めっちゃ腹立ちますね。わかりました。すぐに向かいます、総長。はあ、え？電話の会話をスピーカーモードにしていたせいか、私と陽介の会話を聞いて、鬼塚がすっとんきょうな声を上げた。しかし彼は、すぐにゲラゲラと笑い始める。なんだよ、それ。総長。なんのだよ。てめえの家族。仲間ってマジで、変な奴なんだな。ルイトモってやつじゃんか。ルイは友を呼ぶってやつ？そう思いたいなら、思えばいいわ。陽介は、私たちよりめんどくさいと思うけどね。それからわずか2分後、店の扉がガラッと勢いよく開けられたのだった。総長、大丈夫ですか？うわぁ、何ですか、その格好。びちょびちょじゃないっすか。それも、このクソ男にやられたんですか？そう。これでも寮に借りたタオルで、結構拭いたんだけれど。それでも拭いたんですか？寮さんも、あざっす。いやー、陽介、元気だな。元気なんかじゃないっすよ。俺、総長のピンチだって聞いて、いても立ってもいられなくなって、これでもクソ腹立ってるんですよ。陽介はそう力強く言うと、鬼塚を力強く睨みつけた。んだ、このガキ。また薄いやつが増えたな。まあ、いいや。200万は払ってくれんだろうな。ああ、ぼったくりの話だろ、それ。払うわけないじゃん。つうか、カードも現金も、別に持ってきてないし。おう、ふざけてるのかよ。ふざけてるわけないじゃん。必要性ないと思ったから、持ってこなかっただけだし。っていうか、この短時間で、そんな大金持ってこれると思う？あんたバカなの。ちょっとは頭使ったらどう？ほう。陽介の煽るような発言に、鬼塚の眉がピクッと動いたのが分かった。そんな鬼塚に構わず、陽介は続ける。っていうかさ、あんたあの鬼塚組の若頭だって聞いたけど、こんなに情けない商売をしないと金もないの？マジでダサい。自分から金ないですって自分で言っているようなもんじゃん。自分とこの組員にも、社会全体にも顔向けできねえっしょ。はあ、んだと。ほらほら、そういうところ。ってことで、これで勘弁して。俺これしか持ってないし、これでご飯代と酒代くらい足りるでしょ。そう言って陽介は、テーブルに5000円札を叩きつけた。懐にしまっていたであろうそれは、しわしわになっている。おいガキ、てめえ、舐めてんのか。んだ、このはした金は。
はあ、明日金ってどういうことだよ。5000円稼ぐのがどれだけ大変か分かってねえの。マジそういう発言を平気でしちゃうのが寒い。ああ。鬼塚は陽介の勢いに少し押され気味になっていた。しかし彼は咳払いをして陽介を黙らせる。おいおい、随分と偉そうな発言ばっかりしてるじゃねえか。お前、俺を鬼塚組若頭だと知っての発言なんだよな。いいよ、その喧嘩買ってやるよ。てめえどこの誰だ、名乗れや。俺は加納組の若手、小林陽介だ。覚えとけカス。陽介は自信満々で鬼塚にそう言った。しかしそれを聞いて鬼塚が笑わないはずがない。おいおい、加納組の若衆だ。そんな下っ端がなんでそんなにでけえ態度取れるんだよ。ダセーのはどっちだよ。お前上の立場の人間には丁寧に接するようにって自分とこの組長にならなかったのかよ。たく常識のねえ組長だな。総長の前で組長をバカにすんじゃねえ。だから総長って一体何なんだよ。鬼塚はまた陽介をバカにするようにそう言い放つ。私に助けを求めてくる陽介の目を見て、私は小さくうなずく。私、加納組組長の娘なの。それと総長っていうのは、もうだいぶ昔なんだけど、私、この辺で有名だった暴走族の総長をやっていたのよ。ここにいる他の二人も、当時の私の仲間、今も私を慕ってくれているの。てかさっき、あなたが私たちを見たことがある気がするって言ったとき、もしや暴走族時代に関わりがあったのかと思ったのだけど、違ったのかしら。組長の娘だと。それに暴走族って、もしかして、伝説の女総長だって言われていた、加納結菜。そうそう、正解。伝説とか、そういう言葉って、あんまり好きじゃないんだけど。そうそう、大当たり。鬼塚は私の言葉に顔を真っ青にした。無理もない。自分で言うのもなんだが、当時の加納結菜は、ヤクザなんかにも恐れることなく立ち向かっていたから。この若頭、総長にビビってますよ。実は大したことなかったりして。だから役職でしか自分を示せないかわいそうなやつなのかもですね。ゲラゲラと笑う陽介に、鬼塚は怒ったような表情を見せる。んだと、このガキ、やるか。はあ、やるかって、それマジで言ってんの。当たり前だ。ここまでバカにされて、黙っていられるかってんだ。覚悟しろよ、この野郎ども。鬼塚の言葉を聞いた陽介は、ふーっと深くため息をついた。そして彼は、そのまま鬼塚の首元をつかみ上げる。何すんだよ。何ってあんたが言ったんじゃん。俺はそれに答えてあげただけだけど。本当は俺、総長の前で暴力を振るうのって好きじゃないんだ。だけどここでやらなきゃ、あんたが総長に手を出しそうだからね。彼女のことは俺が守るって、当時決めたんだ。陽介。そして陽介は、軽々と鬼塚をそのまま、床に向けてぶん投げた。とっさのことで反応ができない鬼塚は、そのまま床に転がる。うわ、いってー。てめえ、よくもこの俺様を、床に向けてぶん投げてくれたな。俺様だって、
一昔前の漫画の登場人物みたい。だっさー。なんだと。こうしてやる。うりゃ。あ、まさかこれが本気だとか言わないよね。鬼塚の拳がまっすぐ陽介に向かっていった。しかし陽介はそれをしっかり見た後、さっとかわす。あんた、本当に弱いね。そんな遅いパンチじゃ、俺のことなんて一生かかっても殴れないよ。だから言ったでしょ。肩書きだけで人を判断しない方がいいって。ちゃんと見て話してからにしなよ。これからは、恥をかくのは、あんた自身だからね。こんな、クソ生意気な。若衆だから、でしょ。ああ、その通りだよ。その後も、何発も何発も、鬼塚は陽介に向かって、拳を飛ばした。しかし、結局それは、一発も当たることがなかった。しばらくそのやりとりを繰り返した後、鬼塚はその場に崩れ落ちたのだった。ああ、もしかして、歳だから疲れちゃった？よくもそんな体力と実力で、俺たちに喧嘩を売ろうとしたよ。とりあえずさ、これ以上ぶん殴られたくなかったら、さっきの5000円で勘弁するんだね。もし次があったら、どうなるか覚えとけよ。陽介のその言葉を合図に、亮は私の肩を抱いて店を出ていく。最後に、ふと目に入った鬼塚は、恨みがましい視線で、こちらを睨みつけていたのだった。ああ、本当に本当に、大丈夫っすか？総長、亮さん。電話いただいた時はすんごい心配したっす。店から出てしばらく歩いた後、陽介は私たちに向き直って、涙をボロボロと流し始めた。ご挨拶が遅くなっちゃいましたけど、亮さんもお久しぶりっす。亮さん、相変わらずイケメンですね。おいおい、いろいろ喋りすぎだって。それに、俺もユイナさんも、元暴走族とその総長だぞ。いくらブランクがあるとはいえ、簡単にはやられねえよ。むしろお前が2分で現れた時は、こいつユイナさんのこと本当大好きだなってびっくりしたくらいだもん。亮の言葉に、陽介は顔をポッと赤くした。そして人差し指で、頬をボリボリと書きながら、小さくうなずく。そりゃもちろん、昔からずっと大好きですよ。これからも俺が一番に守りますからね。ね。あ、うん。ありがとね。ああ、ユイナさん聞いてる。そして私たちは、陽介が運転する車で、カノー組に戻ってきていた。うわ、めっちゃ久しぶりにここに来た気がする。そうだよね。暴走族が解散してからは来てなかったからね。ええ。そして私たちはこれからのことについて話し合った。あそこでやられたままで終わる私たちじゃない。てっきりユイナさんのことだから、もう関わらないって言うつもりなのかと思ってましたけど。でもまさか鬼塚に報復するおつもりだったとは。やっぱりあなたは奥が深いお方っすね。キラキラとした目でそういう陽介に、私は苦笑いを返す。まあね、本来ならそうしたかったんだけど、あいつどうも手慣れてた感じがしたのよね。多分、ああいう下げ声をしたのは初めてじゃないと思う。もし本当にそうなら、根本からあいつを懲らしめて、倒さなきゃ、また別の被害者が出てくるでしょ？しかも多分、あいつのことだから、被害者に口封じをすると思う。
そしたらその人たちは泣き寝入りじゃない。そういう悪循環を止めなきゃいけないのよ。この辺を管理している加納組の娘としては。ゆいなさん。まあでも、さすがにヤクザ相手に私一人じゃ無理だから。あんたたちにも協力してもらわなきゃなんだけどね。りょう、あなた社長でしょ？もし無理だったらいいんだよ。私はちらっとりょうの方を見た。りょうは少し不安そうな私を見破ったのか、優しい微笑みで返してくる。なーに言ってるんですか。乗りかかった船。それに俺も元は仲間じゃないですか。俺ばかり仲間外れにされるのは寂しいですね。りょうさん。ちょっと陽介、うるさい。それから私たちは、鬼塚への報復について計画を立て始めた。まずは、鬼塚のしていることについての証拠を集めなきゃいけないわ。それもできれば物的証拠を。あいつの性格だと、状況証拠がいくら揃っていたとしても、そんなの知らないで突っぱねると思うわ。ええ。それに関しては俺も同意ですね。ではまず、鬼塚組の資産に変な動きがないか、見張ってみましょうか。そんなのできたらすごいと思うけど、りょう、そんなことできるの？ええ。実は俺の会社と鬼塚組は、ちょっとしたつながりがありましてね。幸いさっき、鬼塚には俺の素性はバレてなかったようですし、ちょっとグレーにはなりますが、組員から話を聞いてみたりしてみますよ。さすが社長。じゃあ俺は、加納組内の人脈と外の人脈を駆使して、鬼塚組の情報を洗いざらい探ることにします。陽介友達多いもんね。おっす。それから私たちは、それぞれの行動に移った。そして一週間後、再びみんなで集まり、得た情報を共有したのだ。見つけました。鬼塚の隠し金のありか。え、本当？すごいわ、陽介。実は俺と亮さん、あれからタッグを組んだんですよ。で、亮さんが金を積んで、鬼塚組の組員に情報を聞き出してくれて、俺がそこに行ったらビンゴ。猿らしき箱が埋められていましたね。鬼塚の組員には、鬼塚のやっていることに反対している者も多くいるみたいで、少し金を出したらベラベラ喋ってくれたんですよ。たくあいつ、組内でも相当嫌われていますよ、おそらく。りょうと陽介はそう言った後、お互いにハイタッチを交わした。私はそれを聞いて大きくうなずく。ありがとう二人とも。まさかわずか一週間足らずで、ここまで多くの情報が得られるとは思っていなかったわ。本当に本当にありがとう。私は二人に向かって深々と頭を下げる。それを見て二人はおろおろとしたのだった。たまたまですよ。俺らの人脈がたまたま鬼塚に繋がっていただけ。ゆうなさんがやろうと言い出してくれなかったら、そもそもこの情報も手に入っていなかったですし。そうっすよ。俺は穴掘っただけっすしね。陽介とりょうの、眩しいほどの笑顔に、私も思わずくすっと笑ってしまう。ありがとう。私たちがこの地域を守るために、鬼塚の悪行を終わらせなきゃいけないわ。そのためには誰のどんな手だって借りてやろうじゃない。ええ。ヤクザ同士の戦いには、警察を挟むのは野暮だっていう声もありますけど、目的は別に抗争じゃなく治安維持なんですから、いざとなったら警察を呼んでもいいかもしれませんね。私たち三人は顔を見合わせてうなずいたのだった。そして私は陽介に隠し金のありかについての詳しい情報を聞いた。隠し金のありかはあの居酒屋の裏でした。実は今、俺の仲間たちがそれを加納組内で管理してくれてるんす。中身は見た感じざっと1億以上。おそらくすべてぼったくった金だと思われます。もう組内にあるのね。よくやったわ陽介。はい。そして翌日の夜、私たち三人は、こっそりとある場所に来ていた。とある場所とは、海辺にある倉庫。ここは、鬼塚組が隠れアジトとして使っている場所である。陽介、
テンション上がって変なこと喋っちゃダメよ。っていうか声出しちゃダメ。大丈夫っすよ。さすがの俺でも TPO はわきまえてます。さてどうだかね。りょうさんまでひどい。私たちの視線の先には、何やら機嫌の悪い鬼塚とその部下たちの姿が。鬼塚は部下を殴り飛ばしている。どういうことだよ、金を盗まれたって。お前大丈夫だって言ってたよな。絶対に盗まれない場所に隠したって言ってたよな。ああ、どうしてだ。どうして金庫ごと持ち去られるんだ。ありえねえだろ。管理がちゃんとできてねえ証拠じゃねえか。ふざけんじゃねえよ。どう落とし前をつけてくれんだ。申し訳ございません。しかしどこから情報が漏れたのか全くわからず、俺たちも毎晩きちんと掘り起こして、あるかどうかの確認はしていたんです。それなのにどうして亡くなってしまったのか、我々にもわからないことの方が多いのです。言い訳はいらねえよ。ふざけんな、このゴミめ。鬼塚は横たわっている部下の顔を力強く殴った。彼はそのまま痛みで動けなくなってしまう。そんな様子を見ていた亮は、ぼそっと口を開く。あの男、多分俺と取引をした鈴木で間違いないですね。あいつ、俺たちの味方ですよ、ゆいなさん。え、あんなに殴られているのに、本当のこと言わないのかしら。鈴木も鬼塚にだいぶ恨みを持っていたみたいですから、多分俺らのことは言わないと思います。むしろ、殴られていますが、内心はざまあ見ろとでも思っているんじゃないですかね。そんな。陽介はそんな私たちの会話を聞いた後、我慢ができなくなったようで、その場から飛び出していった。突然の陽介の行動に、私も亮も一瞬あっけに取られる。おーい、そこのゴミくず野郎、やめやがれ。んだ、あと、てめえ、この前のガキじゃねえか。なんでてめえがここは。私たちもいるの。この前の女と男。陽介に続いて登場した私たちに驚いたのか、鈴木を殴る鬼塚の手が止まった。そして呆然といった言葉が似合う表情で、こちらを見てくる。残念だったな。ここのアジトのことも、お前の隠していた金のことも、実はてめえのとこの組員たちから聞いたんだぜ。てめえは組員たちに嫌われている。それがてめえの敗因だ。ざまあ見ろ。なんだと、うちの組員たちが情報を漏らしたとでも言いたいのか。ああ、その通りだ。少しばかり金を積んだらペラペラと喋ってくれた。鬼塚は、ざっと周囲の部下たちを見回した。彼の視線に部下たちは皆一様に視線をそらしている。んだと、てめえら俺を裏切りやがったっていうことかよ。鬼塚の問いかけに、誰も返事をしない。おそらく全員が全員、何らかの形で今回のこの情報漏洩に関わっているのであろう。鬼塚自身もそれに気づいたのか、わなわなと震え始めたのだった。残念だがな、鬼塚組、特に鬼塚武、お前はこの地域にとって害悪なんだよ。一体何人の人間を騙したら、1億なんて手に入るんだよ。今日で終わりにしてやる。できるもんならやってみろ。たかだか三人ぽっち。俺だけで十分だ。畜生、後でお前らも覚えとけよ。そして鬼塚は、私たちに向かって殴りかかってきた。まずは一番弱そうな私から。舐めんじゃないわよ。これでも昔暴走族の総長だったって言ったでしょ。伊達に男どもを率いていたわけじゃないのよ。私の拳は、まっすぐに鬼塚の右方にのめり込む。鬼塚はそれに対してよろめいたのだった。人の島で好き勝手しやがって。鬼塚、この町に、てめえの存在はいらねえんだよ。さっさと消えやがれ。ざけんな。ざけんな、ふざけんな。逆上する鬼塚。彼は自分の懐から茶化を取り出し、その場であちこちに向けて発砲したのだった。その数発が鬼塚組員たちに当たり、あたりでは悲鳴が飛び交う。あんた本当に自分の組員のことを何とも思ってないのね。それじゃ嫌われて裏切られて当然よ。当たり前だろ。
女、俺は若頭。下の者なんて駒に過ぎねえのよ。俺の思い通りに動かねえ駒なんてただのゴミだ。いらねえ存在なんだよ。そう言って鬼塚は、茶香は私ではなく鈴木に向けた。鈴木は痛みで動くことができない。やめなさ。私がそう叫ぶのとほぼ同時だった。鬼塚の背後から亮が彼に蹴りを食らわせたのだ。何をしやがる。蹴られた拍子に落とした茶香を陽介が冷静に拾い上げる。それを見て鬼塚は顔を歪ませたのだった。おいおい、それで何するってんだよ三下くん。別に、ただ俺平気で武器とか使っちゃう人間が嫌いなんでね。取り上げさせてもらうわ。陽介はそう言うといつになく真剣な表情を浮かべて深呼吸した。彼のその表情に私は思わずドキッとする。俺の本気見せてやるよ。それからはあっという間にことが過ぎていった。陽介の俊敏な動きに鬼塚は少しもついていくことができずに、最終的にはその場に座り込んでしまったのだった。圧倒的な実力、無邪気な性格、暴走族時代についたあだ名は狂犬。今でも十分にその実力は健在のようね。ええ、あいついつまでも幹部に昇進しない理由が、忙しくなったら総長に会えなくなっちゃうなのが、ほんとあいつらしいと思いますよ。それからしばらくして、私が呼んだ警察がアジトにやってきた。すでにその頃は鬼塚はボロボロにされ、意識消失。陽介はやりすぎたと警察に注意を受けていたが、彼はそれを笑って受け流していた。奪われていた1億円も無事に警察に渡したし、これで被害者たちに少しでもお金が戻るといいんだけど。そうっすね。俺もマジでそう思います。あれ、陽介は？あそこです。地元のじいさんに囲まれています。あら、本当だ。私たち以外誰もいなくなったアジト。しかしそこには地域住民のおじいさんたちが騒ぎを聞きつけて集まっていた。その中心には陽介の姿が。じいさん方にめっちゃ感謝されているみたいですね。鬼塚屋の悪評は思った以上に地域全体に広まってたみたいです。そうか。それならあいつらを倒した陽介はヒーローなのね。あいつばっかり褒められているのは尺ですけど。まあまあ、最年少だし、活躍したのは事実だから見守ってあげましょう。そして夜はどんどん更けていったのだった。あれから一年が過ぎた。鬼塚が経営していた居酒屋は潰れ、今は更地になっていた。地域住民からの不満の声が爆発したため、強制撤去になったという。全く鬼塚も、真面目に働いていれば居酒屋を潰されなくてよかったのに、本当にバカよね。本当強欲って人を滅ぼすわ。ちゃんと覚えとかないとね。ねえ、そうですね。しかも鬼塚、裁判で損害賠償を払うことになったのだとか。しかも数億円規模なんですよね。自分らが取った1億よりもよほど多い金額ですよ。ほんとバカですよね。その後のことを何も考えていないんだから。ほんとほんと。私と亮は顔を見合わせて笑い合う。するとそこへ、陽介がプンプンという効果音がつきそうな表情で、こちらに向かってきたのだった。ああ、お二人で楽しそうに話してずるいです。特に亮さん、抜けが禁止ですよ。恥ずかしいこと大声で言わないで。すんません。あれから私たち三人は頻繁にご飯に行く仲になっていた。陽介も頻繁に寮に会えて嬉しそうだ。これからも平和な日々が続けばいいと私は願っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。